アミキシデサイいうことで今回も動画撮っていくんですけども今回はね3000到達しましたよってことで動画撮っていきたいと思います、えー、昨日おとといとね沼戻し動画2277辺から撮ってたと思うんですけどもその後のね流れでそのまま3000に行きましたで前回の動画が最後がこれかなこの小安ケラでその後ね潜ってまたね小安ケラ当たって今回負けちゃったんだけどその後ねラムジンギ えこのめっちゃ相性いい枯渇26のなぜか矢の編み方で極露で展開いってまあ最後ねこれは3000から潜ったんですけど白液ね引いて勝ったということでまあでもけ基本相性いいしリップ解説そんなに好きじゃないと思うからみんなこのね3000到達のやつと一番最新のね白液白液戦は結構うまくいったんでそれをね 流して終わりたいいなと思いますでこの極露はね、キョスケクロンはなんか小屋とね、トルネが入ってて、まあキョスケクロン系の中で言ったら割ときついかな。ただとはいえね、あの相手が、そうこれね、トルネあるの知らなくて禁忌されてね、マジかよって感じなんだけど、相手としてはマスケがね、すごいきついんで、この相性は。 マスケを超活かしていくっていうのと、あとはボムタワーだね。ボムタワーが強いから、ボム活かすのも大事なんですけど、防衛がね、本当に難しい。結構ね、ゴリ押し来るんよね。それが。さあ、ここを確か、いや、さすがに来ないか。ここは。後ろからね。いや、このムートすらね、打ってほしいんよね。ただ、相手はディガウケがないから、逆サイドね。 ディガーで削りに行ってあげて、で、右は、またるだけでね、抑えようかなーって考えてますね。ただ、ここで、そう、これね、ぶっぱ来て、やっぱマジかって感じで、で、ここね、クローまで来て、ちょっと怖い。ちょっと怖いけど、ま、なんとかね、爆破とマスケで耐えていくと。ま、ちょっとね、痛いけど。で、これでアドも取られてるから、エリアド。渋いっちゃ渋いんだけど。 まあまあ耐えたホースね。まあ極炉は本当ワンパンされなければ、あるんでね、ワンちゃんワンパンされたらもう、一個おられたら、結構絶望的だけど、耐えてる位置はまだね、大丈夫ですね。で、これ小屋壊しに行く。で、そう、小屋ね、あの、どうやって立ち回ってるかよく聞かれるんですけど、割とディガーとか、まあタルとかで壊しに行くかな、俺は。 バルーン合わせることはあんまないっすね。ディガー、そうね、壊しに行って、まあ行くとしたら逆サイバルーンかな。まあでも、あんましないかもね。槍ゴムとか特に。そうで、ここにまた来て、今回はボムターを置くと。で、このね、雪からの樽がマジで強いんだよね。このね、これで、爆ッで全部処理して、さらにマスケも生きてると。ここは延命してあげると。めっちゃいいですね。流れがいい。 でここは1回ねね小屋が逆置いてあるから行きます、ね、そうそうこうこいう時は逆イバルーンはありでこれディガー拾われてねうまいただこれはこんな感じでマスケが残った玉をねマスケがすごい生きるんででこれ雪のむってあげて一発入れていくとただカウンター怖いけどもうね次のマスケが回ってるからマスケ出してあげてスケ出してアイゴルで逆イ誘導いやめっちゃいいねうまい で、これは、ちょっとね、ターゲー取られちゃったんだけど、まあ、ルート強制したらね、釣れないでしょっていうことで出したけど、まあ、釣れなかったんだけど、とはいえね、ちょっと微妙なバルーンになったね、これは。カウンター来ちゃうしね。ただ、このマスクをね、生かしつつ、2体目のマスクも出してあげて、ここはアイゴレで延命。そう、こっからね、ケツスケバレが来てね、あれちょっと鬱陶しいんよね。どうしようかなーって悩んだ結果、先にボムターを置くと。 さあ、これはただ、マスケがまたね、延命されて、2周目のマスケが回ってくると。で、ここでね、クローン来ても別にね、いいんで、と思ったら相手取ネでね。これうまい。この取ルね、マジでうまい。ただとはいえ、守れはする。いや、とはいえなこのね、これはみじちゃった。ここは、まあ、小屋をね、壊しに行くと。これ、左サイド攻めるっていうのが結構熱いね。 相手は右の方が削れてるから、右攻めたいんですけど、じゃあね、左に行けてんのがマジで熱い。で、ここは、いい感じに、雪玉とタルト、ボムの爆破でね、全部出して守っていくとで。あと1分耐えたら勝ちなんで、まあ耐えたら勝ちかなって感じだけど、ここはね、マスケ残ってるんで、攻めてあげると。基本的にね、マスケが残ってるターンは攻めていいかな。で、ここは雪のままで打たずに、もうね、あの、バッすら入ったら美味しいんで、 無理に攻めずに防衛するって感じですね。で、ここはね、ちょっと怖いね。パンパンにされつつあるけど、で、これマスケなーこれ出したらあんま良くないのかもしれない。トルネがね、来るの忘れてて、まと、あ、めてトルネされちゃってね、ちょっと怖い、ここ。マジで怖いけど、まあ、なんとか、なんとかだね。これもうパンパンすぎる、相手のユニットが。で、ここでクローン来たら、やばかった。あの、お知らしね。 キョスケ押し出しのクローンがあるから、ちょっと怖いけど、まあ、耐えて耐えて、逃げ切りって感じですね。いや、これはまあ、でも多分ね、これね、耐えれる。最後まで。いや、耐えれないかもしんないわ <laughs>。ちょっと見たら怪しかったな、リョウが。まあこんな感じですね。キョスケクローンは、もう最初にダメージ取って、もう芋ってね、勝つってのが一番いいかな。で、これで30円をもらって展開と、展開じゃねえ3000か。3000いったと。で、これ、最後。 ま今日の朝、これはやったんですけど、マジでね、うまくいったんでね。この相性ね、結構、こっちの方がいいんだけど、多分。マスケプラスのね、ISP と迫撃で、バルーンめっちゃ守られちゃうから、これはね、ケツバルーンなんですよね。多分正解かわかんないけど、俺はケツバルーン、結構いいんじゃないかなって思う。こういう相手に対しては、 最近26とかに対してもケツバルーンもしかしたらいいのかなってちょっとね思うけどこういう相手に対してはねあのひたすらバルーン出してディガーのね攻めを繰り返してもマスケプラスのまさっき言った通り迫撃アイスピーでディガーに対してはゴブリンみたいな感じで相手ね受けめっちゃあるんよねなんなら完封されるぐらいのね受けされちゃうから ケツから入って2周目のバルーンで、ケツバルーンのいいところって、あの、相手がね、施設置きづらいんですよね。そう、だから、それによってね、施設置かないと、バルーンの爆破がね、入るんよ。バルーン、そら、バルーンは入んなくても、爆破がちょっと入りやすい。で、ここはまあ、回ってないから行くんですけど、回されてね。ここ悩みつつ、ボムを置いたと。まあ、ちょっと怖いね。これなんか、無理やり攻めてるから、俺が。 怖いっちゃ怖いけど、まあ、ボムターンがマジで強い。で、ナイト来るんですけど、これはね、で、タル出して、これは絶対ウッド来るから、アイゴルでね、マスケのタゲ取ってあげて、と思ったけど、ナイトが強くて、帰っちゃってね、これは雪山も使わなきゃいけないっていう。で、アードが若干取られてるか。取られてないか。1アートぐらいか。まあ、一アートなら。で、ここね、あの、ディガーゴブリン来るの分かってたんで、ゴブリンのタゲディガーで取ってあげてから、スケルトンと。いや、めっちゃいいね。 そう、樽とかね、切った雪、樽雪ボム切った後とかは割とゴブリン攻めが来るから、ちゃんとね、それもケアしてあげて。で、ここラドトントンの中で、ケツバルンかないや、めっちゃいいな相手の手札把握もできてるし、いい感じですね。で、そう、こんな感じでね、相手はね、マスケから入ってくるんで、俺これもうやることないから、ディガー飛ばすんだけど、で、ディガーに対してはスケルトンで、ここ雪のめってあげて、 そう、こんな感じでさっき言った通り、あの、爆破がね、入っていくんよね。で、この、こうなったら、あの、2周目の、マスケ、じゃねえ、バルーンか。バルーンが回ってきて、このね、マスケも生きてるから、相手はきついと。で、これマジでね、めっちゃいい。で、これ ISP 来るかなと思ったけど来なくて、ただね、バルーンが残ってるから、入ると。で、ここでもう一回行くかな。 さあもうラッシュですね。で、これは延命されたかな確か。うん。心の攻めちょっと怖い、俺。やりすぎ。ちょっと調子乗ってやりすぎなんだけど。まあまあまあ、バッカーね。またこれで入るから、いい感じですね。そう、一回ケツバルーンしただけでこんな感じでね、流れを結構つかめるから、割とおすすめですね。で、これポイズンくんの分かってたから、ちょっとね、アイゴレでマスケのタゲ取るようにして、まあこれディガー拾えたら美味しかったな、ぐらいのアイゴレすね。 で、ここでまたケツバルーンかな確か。うん。いや、めっちゃいいな。どん時き、プレイいい感じですね。ほんとはケツバルーンして、アイゴレつけて、ディガーがね、理想だけど、まあ、手札的にできないから。で、ここは、タルでね、ちゃんと守って。で、たいね、そう、ここで白液置くんすよね。バッすら入れたくないから。で、左は俺許容できるから、許容してあげて。で、ここで一回ね、右に振ると、マスキを切って、白液も切ってたから。 で、ディガーも行ってあげて、拾われるんですけど、相手がね、またね、白液を置くと。いや、もうこのね、サイクルよで、このちょっと白液、ボムタをくれてね、一発入っちゃったんだけど、相手は、このね、またバルに対してマスキを咲いたんで、ここを回して、今度は左に行くと。いや、めっちゃいいわ。で、白液も、マスキもないから、相手はかなりきつちと。で、マスキは対、マスキは、タルで処理して、読み白、白え白液読みマスキ出してあげて、 で、バル一発、あ、バッカーか。雪玉で逆再飛ばして、ちょっと、説明が、解説が間に合ってないけど、まあ、こんな感じっすね。もう、見てください。この、後ろにね、ディガーがいるんよ。あの、体力フルで残ってる。で、右もちゃんと見てあげて、ディガーで削って、またね、タルで攻めてあげて、雪玉で削って、このね、マスクもちゃんと竹取って、バッカー届けて、もう一回バル行って、みたいな。いや、これ完璧だな。これ、 この試合立ち回りやばいなうますぎるかもみたいな感じで、えー、3043と現在って感じですねまあ割と上がってきたんでねあと残り3日か、えー、頑張りたいと思います次の動画は3000からとかかな多分、はい、撮ると思うんでそちらも見てくれたら嬉しいですということでこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価とコメントお待ちしておりますバイバイ